コメントにお答えします。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあですね、リスナーのですね、リスナーの、方からですね、アドバイスいただいて、まあ何回かに1回ですね、コメントに返信する動画を撮ったらいかがかなっていうので、まあ本音のところも聞きたいしっていうのでですね、いただいたので、この企画始めさせていただいてます。前回ですね、すいません。前回、まとめてね、答えたらいいかなと思って答えたら、編集したら20分近く喋ったんですよ。まあ20分だとさすがにちょっと辛いかなと思ってですね。はい。だから3つ4つある程度溜まったら僕の方で返信させていただこうかなと思いましたので、はい。今回はですね、ちょっと早めに、はい。3つぐらいですね。はい。コメントいただきましたので、まあちょっとこうに対してですね、はい。僕のお話ししていきたいと思いますので、まあよろしければですね、はい。まあ20年間、私、初めて見ていただいたお客様はね、なんだこいつはってなると思うんですけど、まあテニスコーチを20年目になります。はい。今年45歳です。明るく楽しく元気よくですね、テニスを頑張っていきたいと、考えているんですけども、まあそんな中で、まあ大手さんですね、今コナミ、まあまあ業務委託、いわゆるアルバイトですけどね、コナミさん、ルネサンスさんですね、セントラルさん、ウェル様と、コルトンさんか、5つぐらいですね、大きなところに、お世話になってたんですけども、まあその中でね、いろんなお客さんいらっしゃいますし、ただ地域性とかね、お客さんの傾向があるにしても、共通する部分ね、違う部分、まあそういったのも含めながらですね、今回のご質問、お答えしていきたいと思います。ありがとうございます。上からいきましょう。今日3つですね。はい。秀樹さんかな、このはい、今回も楽しい動画でした。ニコニコマーク汗というね、これは偉そうな人でね、3つコメントいただいて、これもなんかまあね、結構いろいろと話をしてもらってた時に、やっぱり、なんていうんですかね、あれじゃないですか、あんまりこう、批判めいたことは良くないと思います。あ、そうです。オープンチャット始めました。はい。多分、YouTube の投稿の部分もそうだし、僕個人で、Facebook かなにもあってます。匿名性が高いので、はい。私も、さだなみじょうたろうっていう名前で、まあ、さだなみじょうたろうって何の名前かってご存知の方は多分仲良くなれると思います。というのでね、してますけど、まあまあ、その質問とかね、そういったものをね、まあ今、何人ぐらいだったかな、忘れましたけど、2、3人ぐらいですかね。まあ要は、まあ動画のコメントにはちょっと言えないこととかもあるじゃないですか。でもオープンチャットは匿名性も高いから、まあまあこっちもね、コメント変えればってなるんですけども、ね、やっぱり、なんだろう、LINE の方がね、こう送りやすかったりもしますんで、まあそのオープンチャットってやつもね、どなたでも参加いただけますね。まあただ批判めいたものとかそういったものに関しては、やっぱりこう、あれなんですけども、まあこのスクールでも本当このお客さんにこうなんだったんだけどどうなんですかねとか、まあこれこっちこう言われたんですけどどうですかねっていうのはね、まあできるだけテニスをね、いろんな、やっぱやめていくってもったいないですからね。であとテニス続けることですごい体にもいいし、人生にもプラスになると思います。僕は3年間サラリーマンですね、大学4年卒業した後やってましたけども、やっぱりテニスっていいなっていうところにこう、帰結してきましたんでね。はい。まあまあ、そういった感じでですね。まあ、偉そうな人っていう、まあ、タイトルはね、なんですけど、まあまあ、いわゆるスクールとか仲間内サークルとかでやっててね、こんな人いるんだけどなっていうので、で、まあ、コメントさせていただいたときに、まあ、今回も楽しい動画でした。ニコニコ汗マークっていうのは、まあ、僕の中でさ、お前なかなか突っ込んだな、頑張ったなっていうようなコメントに聞こえるんで、まあ、ちょっと自信を持って頑張っていきます。まあ、なんか、綺麗事ばっかり言ってたところで、やっぱりね、何でもそうですけど、やっぱり綺麗事ばっかり言ってたところで、なんていうのかな、世の中渡り歩けない事実なんですよ。だからそういった意味では、もうこういう人にこうなっても、まあ、こういう対応して、まあ、気をつけましょうねっていう話をしてたんで、まあ、今回3個コメントいただいたらすごい嬉しいですね。で、はい、この、なんていうかな、あたうに久しい、脳球、アタッキュー、ごめんなさい、漢字不足で、はい、私はたった一人のでかい仏頂面の人のおかげで、スクールが嫌になり、やめざるを得ないって本当に悔しいです。考えすぎなんですかね。まあ、その仏頂面っていうのは、ただ愛想が悪いのか、邪魔をしてくるのか。いましたよ、僕もなんか、
なんだっけな、あのなんかね、高知で、まあ高知で、まあその報酬といった形とかお客さんに呼ばれてね、あの違うことでレッスンしてた時にめっちゃ邪魔してくるやつで、なんかあったら A 級エリートコーチみたいな感じで、 A 級コーチみたいな感じだけど、そのテニス A 級かよみたいなね。まあできた当初って誰でも取れるじゃないですかね。まあ S 級エリートコーチってのもあるんですけどね、あれもなんか何十万ってかかるって、もともとのプロの方に言われたことあってね、すげえだろ、結構かかる、30万60万資格でそんなかかると民間のと思いながらね、まあ、そのまあまあそんな別じゃないですね、まあまあまあそういうの邪魔をしてくるんだったらね、これは逆にスクールにクレームあげた方がいいと思います。で、あとそのコーチと、まあ、その時間帯にしか行けなくて、その人、まあいろんなパターンあるんですけど、まあまあ追っかけだったりする人もやっぱりいたりするんですよ。だからコーチがスクール転々としたらそのまま追っかけてくる人とかでも、やっぱその噂になってて、あれ追っかけなんですよねとか言って、本当すごいですよ。だからその剣またいでくる人もやっぱりいらっしゃって、まあそういう意味ではそのコーチすごいのかなと思うんですけども、まあまあそのまあだからまあごめんなさい、話しとれましたね、もう前からです。まあだからそのでかい態度の人でスクールが嫌になりやめだ、だからスクールが嫌でもコーチのレッスンが、まあ、邪魔をされた場合に言った方がいいと思います。例えばどういう邪魔かというと、まあ僕の経験上ですけども、なんだろうな、まあ、例えば、まあ、こちらの方が、よりもちょっと上手な方がいたとして、なんか別にどこ打ってもいいとかバーンって打ち込んできて威圧するとか、これダメだと思います。これ多分コーチが多分注意するんじゃないかな。そしてコーチもそういうお客さん嫌いだと思うんで、なんかしらあると思うんですよね。で、まあ、もう一個は、同じレベルでマウントしてくる。まあ、これも似たような感じだし、とにかく関わってくる人。あとあの変に話しかけてきたりアドバイスをしてきたり、部長面っていうことはアドバイス、なんだろう、まあ、邪魔じゃない、まあまあ部長面っていうのはどっちかというとどうなんだろう、黙ってムスッとしてるっていうだけなのかな。まあだからそうですね、それはどういうのにかよりますよね。まあ確かにね、そういう人いますよね。あとアドバイスしたがるとか、なんかねえ、まあ僕はあんまり直接考えてるのは、まあ、スクールによってはね、なんか変なじじみたいなやつが、なんかすげえ若いお姉ちゃんになんかベタベタ話しかけてて、まあ邪魔だよってね、あのこうスタッフルームで、ね、講師たちがもう本当にもうあいつはっていうのも聞いたこともありますし、まあ難しいんですけど、そうですね。まあだから、で、そのスクールの何がいいのかってところで、その代替が効くのであれば、スクール変えてもいいし、コーチ変えてもいいし、まあこの講師がコーチの追っかけだった場合ね、おじさんであろうが、おばさんであろうが、ね、お兄さんであろうが、お姉さんであろうが、まあ部長面って言うんで、おじさんおばさんなんですけど、僕的には。僕のおじさんおばさんの定義はまだ、まあ僕おじさんですからね、あれなんですけど。まあだから、そうですね、どうしていくかっていうのは、ここのポイントかな、その部長、ただムスッとしてってる人だったらいいんだけど、なんか邪魔をしてくるか、あと部長面だったとしても、ごめんなさい、すいません、ありがとうございますとか、ここら辺言える人であれば、あとローテーションちゃんと守ってる人であれば、まあいいのかなと思うんですけどね、まあ、過剰にそういう抑圧する人は良くないと、思いますね。はい。で、こちらはこれ、ゆういちさんかな。はい。なんかすごい結構鋭いこと突っ込まれてるな。加藤コーチって自分のプレーにすごく謙虚ですよね。謙虚なわけではないと思います。ただ、皆さんに一番近いと思います。ただ、お客さんってなんか、ジュニアのね、選手目指すか目指さないかって、僕とマッチをしたり、ポイントをして、僕にスコスコに負けるようだと、もうそれ諦めた方がいいよっていう、ある意味乗り越える台なので、はい、一番いいと思います。はい。ごめんなさいね。また最後。ゲームしてて、ここで選択肢がいくつかあるのに、一か八かのショットだと、だとかよく言うじゃないですか。はてな。まあ私はサークルの中では嫌なやつを率先してやってます。とにかく仕切ります。人より100倍コーチ、100倍早くコートについてますけど、みんな試合で勝ちたいはずなんです。勝つために努力を促すなら悪意クリームなんでもなります。やらせます。かまだしましょう。すいません。今日は少し酔ってます。いいですね。はい。まあまあ、こちらの方とは、はい、テニスご一緒させていただいて、案内までしてもらいましたね。その、地域を。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったっすよ。はい。で、まあ別になんか、っていうか、まあ僕は謙虚ではないとは思うんですけど、まあ一か八かって、まあ可能性的にはあります。で、あとね、僕本当に周りに、そこのインターハイ団体優勝、国体、ジョップのランキング100位前後とか、
まあ、あと海外でもね、いろんな、トップ選手を育ったコーチとか、それこそ、今日本でもアメリカでも海外でも世界的に活躍されてる平沢淳さんね、楽天のトーナメントディレクターとか、いろんなね、今それこそ伊達さんとか伊藤達馬とかもそうだったし、なんだろう、いろんな錦織君とかもさ、いろんな方の日本人のこうサポートされてる方、いろんな方に会ってるんで、まあ、別に謙虚というか、いや、ありますよ、でも。こいつだけには絶対になんか、それこそさっきの仏頂面じゃないけど、なんか変なおっさん来て偉そうにしてたら、いや、お前は大したことないよって、その他のお客さんに言うことはないよって言って、バンってちょっとやっつけたりすることはね。まあそういうこと相方 AB に、いや、まあまあ、母さんそれやりすぎっすよってね、言われることもありますけど。まあそれはあったとしても、ただやっぱ自分の能力は分かってるので、僕結構批判するんですよ。個人的に。だから、日本人選手そんな好きじゃないです。はい。っていうのは日本人の選手で好きな、ないっていうのは日本にいることでなんかすごい世界のトッププレイヤーみたいな振る舞いをする人は嫌いだけで、もちろん、ね、素晴らしい方もいらっしゃいますよ。でも大体心優しい方ってね、でこう途中でこう意気消沈してくる。まあまあそれはさておき、まあまあだからそうですね。であと自分の中のやっぱ試合とかしてて、まあ僕はその試合を語るにはちょっとおこがましいんですけども、なんだろうな、一か八か、確率あるじゃないですか。で、たらればって、あんまり僕も好きではないんですけど、ただ自分に置き換えるときはいいと思うんです。ただ、ここに打ったときに決まる確率はいくつだった、打った後にね。決まったけど、でもこれ自分の中で一か八かで、本当はこっちのコースあったよね。で、こっちだったらこういう展開できたよねって言った上で、一か八かって言ってるので、はい、それは僕の中で一か八かだったんで、謙虚ってわけではないです。はい。ただ、でもポイント取れて嬉しいのは、もう誰から取れても嬉しいですよ。もうそれこそね、はい。うちの選手やってる子とかでも、もう100点やって1点取れただけで嬉しいですから。本当にどんな手を使って、ミスってくれても嬉しかったりしますからね。そういう人間です。なので、まあ、ただ、そのゲームでね、試合とかもそうですけど、まあ、勝ちたいってなった時に、その、まあ、選択肢がどんだけあって、これはどうで、このパターンこうでって、自分はこれをやりたかった、これやってやって、納得した、こう、積み重ねですよね。で、もちろん、その、うまくいかなくて、思い通りにいかなかったショットとか、思い通りにいかなかったポイントの取り方とかもあるかもしれない。でも、それはそれで認めてあげて、あ、こういう時もあるよねって、やっぱ相手のスポーツなので、なのでね、そういう意味では、非常に、はい、僕は謙虚でも何でもないですけど、テニスが好きだっていうのと、あと皆さんに一番近いので、スクールのお客さんとかも一番こうやっつけやすい対象であるっていうのは、揺るぎない、事実だと思います。はい、ということですね、よろしければご参考ください。まあどんどんコメントお待ちしています。オープンチャットの方もですね、僕 Facebook の方か、あとはそのYouTube の投稿のところに書いてあります。まあまあなんかいろいろと気になることあったら軽くですね、あ、もう疲れたーったらお疲れ様ですぐらいは返しますんでね。はい、そういった意味ではですね、オープンチャットがやりやすいですね。なんか特定の人、僕 LINE それね、もうあんま最近はもう必要な最小限で留めるようにしてるんですけども、オープンチャットがね、ポジティブなことだったらいいじゃないですか。頑張れよって、誰かを言ってるか分かんないけど頑張れよって、あ、嬉しいな、みたいなね。で、よろしければご参考ください。いつもご視聴いただきありがとうございます。コメントはどしどしお待ちしております。では、さよなら。